はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのサチコさんデビューガチャを引いていきたいと思います。で、なかなかねガチャの内容が、良くて、20連目でバナーから SR1 枚確定、30連目でサチコさん雷スザクの中から SR1 枚確定で、40連目がサチコさん星空星光くんのおみくんの中から SR1 枚確定というところになってますので、割とサチコさんの出る確率は高いかなと思います。まあ、初回10連からもね SR1 枚確定になってますので、まあ、10連から40連目まで、まあ、全て SR が1枚入ってますというところになってます。まあ、サチコさん目的で、今回は引いていきます。で、ちょっとガチャを引く前にですね、チケットがね割と余ってるんで、ちょっとチケットの方から、消費していきたいと思います。まず SR ガチャチケット12枚ですね、これは全部もうぶっ込みます。10連 SR ガチャチケット、まあ、全部虹玉っていう、なかなか豪華な感じにはなるんですけど、ただサクスペの場合って、なんていうの、限定キャラが出ないじゃないですか。常設キャラでしか出ないんで、あとどれだけ誰を解放できるか、あれ、ブとかね、あ、ミサちゃんいいね、ブロッコ、あー、なんか、あれ、鈴木くん初めてか。まあ、新しいキャラも手に入って、蛇島とか出てくるね。まあ、ここでの嬉しいキャラとしては、まあ、新キャラのね鈴木くん、まあ、使うかって言われたらちょっと分かんないんですけど、ミサちゃんと、まあ、あとはナイトメールさんの2枚だけだね。まあ 2.5 10分の 2.5 っていったところか。さらに2枚、これも使っちゃおう。まあ、常設だからね、常設は本当にね虹谷が欲しいよね。あとの2枚、ミキサー券がめっちゃ、こいつもミキサー券、ブとかこいつもミキサー券。で299になってるんで、 PSR ガチャチケット、これも1枚使っちゃいましょう。まあ、今までのこの常設からの排出率を見るとちょっときついよね、やっぱり。さて、ここは、おー、さとりちゃんか。さとりちゃんはね、まあ、アプリではあるんだけど、そのにゃんこ大戦争みたいなやつのとコラボで別バージョンが出てるんですけど、まあ、サクスペで来るかどうかって言われると、そういうところがね分かんないんで、まあ、一応さとりちゃんでしたと。あと余ってるんですけど、まあ、他の機会に引いていきましょうかっていう、イベキャラボックスも300分の300になってるんで。で、サチコさんデビューガチャ、タンガチャからいきますか。ここは R 以上1枚確定なんだけど、普通の R っぽいな。うん、普通の R ですね。あ、違った、 PR だった。まあまあまあいいか。で、10連ここは SR1 枚確定になってますと。ちなみにこのねバナーキャラの中でいくと、能見さんがもうすでにプラゴなんだよね。1枚友沢か。まとももねプラゴになってるんで、普通の友沢もまあいらないっちゃいらないんだよな。でスザックがようやく3くらいになったところ、4とかだから、まあ PR ぶっこんでスザックがプラゴにできれば、でスザックもね、あの野手の確かサブポジを持ってたはずなので、まあ、暁でもね1回入れていこうかなと思います。で、20連目ここはバナーから SR1 枚確定ですね。雷のねレベルを上げたいんですよね。雷プラゴになると試合経験点ボーナスがつくんで、さらに強くなると。星空星光くんか、まあ、星空星光くんも限定キャラだからそんなに育ってなかった気がする。うん、スザックなんか今回割といけそうな気がするな、上限解放的なものが。で、30連目ですね、ここは誰だっけ、サチコさん、あとわかんない。あれ、虹が出た、キラーンがない、安定の1枚だな。
雷か。まあまあまあいいでしょう。雷の PR。 幸子さんね、しらすでね使いたいんですよね。しらすで使いたいんだけど、しらすで使うためにはクライエさんの SR も確保しないといけないんで、そこなんだよね。で40連目、幸子さんが出てくれれば嬉しいけど、2枚、とりあえず2枚。星空星光くん2枚目か。ここは星空星光くん、あれ星空星光くん、こんだけ出てればプラゴとかいけるかな。まあちょっとね、幸子さんは手に入らなかったですけれども、割と解放できそうな感じなので、ちょっと上限解放に行きますか。またボックスの方を、整理します。はい、じゃあボックスですね、まず雷ですね。雷はとりあえず今プラ2なんで、SR1 枚突っ込んでプラ3にしておきましょう。であとは雷くんの PR に AR を食わせて、ちょっと PR を育てると。お、2位解放した、やったー。で雷くんはこんなもんで、星空星光くん、これ絶対プラゴいけるねっていうあれなんだけど、まずは PR にもう R を食わしちゃって解放するかどうか。何も解放しないね。でこの PR を食わせましょう。 30%、 もうここはねプラゴ確実なんで、あとはもうボックス全然ダメだ。ボックスを圧迫しないように。で3で45、これでプラゴですね。1枚 SR が余っちゃったけど、まあ万が一ね、万が一PSR が手に入った時のために取っておきましょう。ちなみに45で何が入るの？技術ボーナス6か。もともと技術ボーナス4持ってるからね。まあ35でほぼ完成された選手なんで、まあ一応プラゴにはできましたと。と、あとはミサちゃんだよね。ミサちゃんはまだプラ2なんだよね。で、これをプラ3にしておきましょうと。よし、OK。で、内藤メールさん。内藤メールさんは、なんか、なんていうの？俺結構ケチくさい考え方してて、プラ3まで持ってって、で、PR プラ5でうまくいけば、プラス2解放するじゃないですか。なんで、これはプラ3で取っておきます。で、内藤メールさんはそんな感じなので、次、スザクですね、スザク。今、スザク現状プラ3。で、PR がこれだけあって、R のプラ5が1個あります。まずは PR に R のプラゴを食わせて、2解放するかな、どうかなっていう。あ、解放した、やった。で2345というところでプラゴが出来上がりました。 PR で、そこに SR の、プラ3、 SR プラ3から PR プラゴを食わせて、まあ、どうなるかっていうところですね。プラゴになってくれれば嬉しい。おお、なんかこういう重要なところ通してるね今回。で、ちなみにスザクはプラゴになるとどうなるの？精神ボーナス8。あれ、精神ボーナスっていきなりつく？あ、これいいね。あ、これはいいわ。45になってなんかがちょっと強化されるっていうわけじゃなくて、いきなりなんかがつくっていうのはいいよね。まあ、スザクせっかく、プラゴにできたので、まあ、今のうちにね、暁強化やっておきますか。というところで、まあ、幸子さんはね、手に入らなかったですけれども、星空星光くんプラゴの、スザクがプラゴになりました。というところで、まあ、じゃあ次回どうしようかな。幸子さんを借りてシラスでやりたいんですけれども、スザクもプラゴになったんで、まあ、ちょっとそこら辺の動画をね、作っていきたいと思いますので、まあお時間ある方はぜひ また見に来てください。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。